ても良かったんですけどね。それにしても今のは決めてほしかったですね。佐々木さん、イングランド、はい、先ほどからフォーメーションが変わっていませんか。はい、3-4-3になってますね。ですがもしかすると逆効果になってるかもしれませんよ。実際変更前と比べるとシュート減ってるように見えますからね。なるほど。さあこのフォーメーションが功を奏するのか。競り合った。イングランド苦しい状況です。ああ大きいです。試合終了、日本優勝です。ついに頂点に立ちました。それにしても北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついてしまいましたよね。日本としては申し分のない試合だったと思いますから、もう大満足でしょうね。そうですね。それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。前半10分、中村先制となるゴールを奪いました。あの場面が勝負の分かれ。選手たちが今スタンドにいるサポーターに対して挨拶をするシーンが見えました。さあ表彰式はもう始まっています。そしてキャプテン、カップを掲げました。日本優勝、我らの日本代表が世界の頂点に立った瞬間です。素晴らしい。さあこの映像美しいですね。なんと言いますかね、サッカーというスポーツが国を一つにして集めてくる力というものはこういった場面で強く感じますよね。会場の様子に戻りますと、今先ほど手にした栄光のカップを掲げながらスタンド前を選手たちが歩いていきます。まだ歓声は鳴り止みません。そして大歓声の鳴り止まぬ中、今大会は無事終了をいたします。ご覧いただきましたように決勝戦の結果は3-0、日本見事優勝を決めています。解説は北澤。